こんにちは、ラクジョブ運営事務局の松村です。今回ですね、株式会社インクルーズさんの方にお伺いしております。で、社長の山崎さんの方にですねお話しいただきます。インクルーズさんの方の会社のですね説明は別の動画でもまたさせていただいておりまして、この動画ではですね今どういう人を募集しているのかというところをお話しいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、今現状インクルーズでは、この瞬間なんですが2つの職種の募集をさせていただいてまして、1つがウェブデザイナー、兼コーダーですね。これはいろんなインクルーズがやっている自社のサービスのところで、いろんなウェブサービスございますので、その中で の、の特にウェブデザイン周りをお手伝いしていただける方というのを1つ募集しています。で、2つ目が、先ほど言ったゲーム開発のお手伝い、主にゲームグラフィック周りの制作のお手伝いをインクルーズさせていただいているんですが、その中で、アートディレクターを支えていただけるような、まずはアシスタントのイラストレーターという2職種を今募集しているような形になっています。それぞれどれぐらいのことが大体レベルとしてはできる方を求められていますか？そうですね、ウェブデザイナーに関しては、本当にウェブデザイナーとしての業務経験が、5年ぐらいは少なくともある方がいいかなと思っています。で、イラストレーターのアシスタントに関しては正直学生さんでまだ就職して1年ぐらいの方でも、本当に最初はアシスタントからしっかりうちのチーフのアートディレクターが教えて育てますので、本当にゲームのイラストが描くことが好きな方でしたら、まずは応募していただけると幸いです。ありがとうございます。ぜひですね、具体的にちょっとこちら、インクルーズさん応募してみようかなというようなですね、気持ちある方いらっしゃったら、インクルーズの方ですね、ホームページ見ていただいて、より詳しくですね、情報の方、検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。